はい、こんにちは。カメラマンの村誠一です。いかがお過ごしでしょうか。前回からですね、話しているこの作品集のこともね、今もうすごい注文がねすごくて、で反響がすごいですね。まあメンバーじゃない方、参加されてない方もねすごい購入されて、これを見て驚いてくれてるっていうのと、あとはですねカメラメーカーにも送ったりしたら、まあすごくいい重厚感があるし、統一感もあるし、まあ、素晴らしい構成力で時間かかったでしょうねっていう風な来てるので、最優秀賞とかねそういうのも含めて、まあ、会社の方で判断させてもらいますなんていうことをね、まあ、連絡来てるので、まあもう少ししたらね最優秀賞とか優秀賞もね、まあ、発表できると思うんですよね。かなりねみんな力作なんで、まあ、こういうものがねできるということは素晴らしいことだと思うんですよね。参加されてない方がねやっぱ買われてて、引きの良さっていうのかな、それに関してはもうみんな太鼓判だから、まあ、これによってねまた中で評価されていく人が出てくるっていうのはもうありえると思うので、まあ、自分もね本当やってよかったなと。で半年かかってね、考えたら長かったね。7月からやって結局発送して手元で届いた時が、まあ、年明けだったっていうこともねあるんですけど、こういうことがね次に進んできますからね。で自分は、まあ、あとライカのねライカだけで撮った本と、あと作品集2冊同時に今作ろうとして、でこれはねアートディレクターの方にお願いして、もう時間ないのでどうしてもね、であとギャラの面もね相当高いんだけど、それによってねまた新しいこう刺激が自分の中に入り込んでくればいいかなというふうに思ってます。で本当にこのねやっぱ作品集はもう非常にやっぱレベル高い。アートディレクターの方もこれ見てね、いやすごいいい本じゃないですかって、また違う本を作ってもらいたいんですよねって言ったら、いやこれ全然いいよって、すごいいいよっていう、もうねディレクターの方が見てこれをもう太鼓判をしてくれたんで、まあ自分はね、まあ、ちょっと安堵してるっていうかね、まあそういう一流の人が見ていいということがねなれば、まあこれは本当に大きいことですね。ライブ配信でもいろいろ言ってたんで思うんですけど、まあイレブンがね向こう行って蹴られたりとか、まあそういうことがいろいろあったんだけど、でもやっぱりね JPEG 設定だとかちゃんとやってね、で帰ってきてからライカにも行ったりしたんだけど、結局故障じゃなくて、まあバグもあったんだろうと思うんだけど、結局ね結局ライトルームでね、まあ開くとスッと、もうその蹴られたような感じなのもスッと消えるので、まあ問題ないし、で自分はまあ M10R のねことがねすごくこう気に入ってたので、まあ M11 もそれと同等のね同じような色で、それで6000万画素だったらいいなっていうふうに期待してたんだけど、途中からねなんか期待外れのカメラだなと思いながらも、まあテストを繰り返して、あこういう感じなんだってこう分かるようになって、でヨーロッパ行って実際取り出すと、あやっぱり M11 の実力が出てきたなっていう感じが自分はあって、 M10R の出番がほぼなかったですね。ちょっとだけなんか不安だなと思った時、まあテストで撮ったぐらいで、でも上がりとしてはもうすごい良かったと思うんですよね。 M10 モノクロームはもうさすがにね威力あるし、まあ、その良さもあると思うんですよね。でまずはねパリでGoPro で撮ったやつがあるんですけど、で、まあ、ビッグバスっていうのを乗った、でそれを見ながらねまた少し話してっていう感じなんで、まずはね動画をご覧になってください。はい、これはですねパリの観光バスです。バスみたいなもんですね。シャンゼリゼ通り、まあ、走ってるわけですけど、まあこれ何を言いたいかというとね、 GoPro ってすごいなってこう改めて思うんですよね。これ相当ガタ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 揺れてて、でこれ屋上じゃなくて、まあ室内から、寒いから室内から撮ってるんですけど、手で持ってるだけなんですよ。これ平行は保てるし、
まあこれのすごさは改めてね、こう皆さんが見ると実感すると思うんですよね。こういうふうになんか GoPro の進化を見てるとね、前はジンバルがないとできなかったんですよね。まあ実際これをポケットに入れて、でカメラで撮りながらこう、だから GoPro を出す時のタイミング、ポケットにちょこっと入れててね、で撮る時だけサッと出す。ただこの GoPro11 っていうのは電源がね、まあ割と持たないんですよね。でこれほら、前見てわかるように、これ車の中で乗っていてね、全然揺れてないですよね。でこれやっぱりもう進化してますよね。まあ10からね、割とこう良くなってるんですけど、10だとほら傾いたりひっくり返ったりすると、水平が維持できないんですけど、これはもう全然維持できるんですよね。でベルトをこれね、見ながら、前にも入れたと思うんですけど、 Facebook でね、もう本当にこのライトアップされる時、やっぱり綺麗でしたね。船からここの船に乗るんですよね、下で。でどこから船に乗るんだろうなんていろいろ調べながら乗ってたりしたんですけど、自分的にはですね、今回パリでいろいろ気がついたことっていうのが、ライカの11っていうのは JPEG もいいですね、これね。JPEG 一回なんか蹴られるんじゃないかっつってライカに電話したんだけど、蹴られじゃなくて、まあバグなんですね、これね。まあ戻ってきてから、まあ銀座のライカに行って、でライカのレンズをつけるとそんなことないし、まあこの辺がね、ちょっとよくわかんないところですよね。コシナのレンズだと、まあ少しこう蹴られて見えんのかなっていう感じですね。でも実際はね、撮影してみて何も起きないからね。自分的にはローしか撮らないんですけど、まあ今回ね、夜間とかそういうところで M11 を JPEG もちょっと撮った時があるんですよね。でそれをね、戻ってきてから JPEG を見たら、 JPEG がかなりいいですよね。でローではそこまでの色をこう回復できないっていうかね、まあそういうこともあるので、まあ皆さんもね、 JPEG はあれだっていうのが自分も言ってたんだけど、でも JPEG もね、同時記録しておいてどっちかを見るってことも大事でしょうね。まあローデータっていうのはもう絶対マストなんで、自分の場合にもね、皆さんにもそうなんだけど、もう絶対にこのローデータに関してはもう絶対撮ってくださいっていうふうにして、カメラ内でね、設定をするっていうことが大事なんで、カメラ内でちゃんと設定をしないと JPEG も活かしきれないっていうことがあるので、まあどういう色でいくか、どうコントラストはどうするか、シャープはどうするかとかっていうのをね、また今度それはメンバーサイトでもちゃんと写真入れながらまた詳しくやってきますけど、そういうことがね、今回分かりましたね。ライカ11とライカ M10R との違いっていうのはね、最初は M10R もすごい気に入ってて、ライカの11を購入した時に、まあ最初はね、なんか色が変で、変っていうかね、なんか普通のキャノンと変わらないなっていうのがあって、まあ M10R との違いが、なんかね、どうしてもこう自分で腑に落ちなかったんですよね。家内で買うって言って、買ってね、買って使わないっていうのもね、100万もするやつがね、110万120万するカメラがね、やっぱり使えないとなるとね、もう本当になんか情けない感じがするんだけど、まあ実際今回使ってみて思うことっていうのは、やっぱりね、まあライカ11、6000万画素の威力っていうのあるし、でこれを JPEG をね、しっかりと撮ってやるといいと思いましたね。これはまあ自分も新しい発見なんですけどね。でこれもうちょっとするとほら、エッフェル塔が見えてくるんですよね。いつもね、ここの場所に立ってエッフェル塔をバックにして撮るっていうのが流行ってると思うんだけど、向こう側にね、工事のフェンスがあるから、まあちょっと撮れないんですけど、でそれを越えてしばらく行くと、まあ、エッフェル塔の間近をこう通っていくんですよね。でまあ今回思ったのが、エッフェル塔のそばでコシナのレンズでね、21ミリをつけてやるともう圧巻でしたね。ものもね、個展の中にも出そうかなっていうふうには思ってるんですけど、まあなかなか良かったです。木とね、重ねて、こういうふうに今見えてる木とこう重ねて撮るっていうのが、
何とも言えずこうエッフェル塔の良さがありますね。で帰りね飛行機の中でねエッフェルって映画見たんですよ。したらもう感動してしまってね、エッフェル行く前にこう見て、それからエッフェル塔を撮ればまた違ったのかなと思って、たまたま帰りだったんですよね。で帰りで、まあ、行く前にちゃんと見てればまた違った意味で撮り方もまた大きく変わってきただろうなっていう気はしました。まあ一つのこう自分の経験からなんですけど、もしこうねパリにこれから行かれる方があるとしたら、まあ、機内でねエッフェルっていうのを、まあ、JAL でしたけどエッフェルっていう映画があってね、そのエッフェルさんっていう人がこのエッフェル塔を作ったらしいんですよね。でここはセーヌ川のそばで川なんで、まあ、水の水分があってね、地盤がしっかりしてないっていうのを、まあ、計算して作ったっていう、そのまあそれがね作ってる過程の話がまあなかなか感動的で、まあ自分は結構涙もしたしね。でこう、ああそうか、エッフェル塔ってこういうことなんだって思ってね。で今までパリは何回も行ってるんだけど、まずエッフェル塔に乗るってこともないからね。で今回は家内と一緒にエッフェル塔乗ったんですよ。でまあこういうことってね、撮影で行くとまずこういうバスツアーで行くこともゼロだしね、コーディネーターの人がもう場所を案内してこうだああだって行くから、もう大体ポイントポイントを行くのでね、で大体もうちょっとこうパリから離れて家を借りたりとか、まあ、パリ市内のホテルを借りたりね、そういう感じで撮影を進めていくんですよね。今回みたいに家内と、まあ、行った時はね、まあ、最初はパリにいて3日間ぐらい過ごして、それからスイス行ったんですね。でスイス行ってマッターホルンを見て感動して、でそれからマルセイユに行って、マルセイユからレンタカーで1000キロをプロヴァンス地方を通りながらパリにまた1000キロの道のりをレンタカーで来たっていう感じですね。ペルサイユのところで馬術ショーがあったので、それを見て結構感動しました。馬がね演技する、音楽に合わせて演技するなんてすごい違うと思うんですよね。びっくりしましたね。ね、このように広告がね、大きい広告がこうパリはやっぱり目立ってて、あやっぱこれからオリンピックがあってね、やっぱ好景気なんだろうなって。フランスもねワールドカップも準優勝としたし、まあ、フランスは活気ありましたね。まあ、マスクしてる人はまずいなかった。いたのはね観光客が本当に数名マスクしてるぐらいで、まずマスクしてる人はいなかったですね。これがなんか日本に帰ってきた時にみんなマスクしてるから、あこの違いはすごいあるなっていう風に感じましたね。でこうこのビッグバスっていうのを乗ると、まあ、ルートで、まあ、ほとんどパリの観光の名所っていうのはもう全部通るから、でこうやってルーブル美術館のねところでもあるんですけど、で今回はルーブル美術館で、まあ、降りて中じゃあ見てみようっていうことで中を、まあ、見学しながらね、中でサンドイッチ、家内とサンドイッチ食べてからモナリザを見に行ったんですよね。久しぶりだったけどまた改めて見るといいですよね。でこのピラミッドっていうのはね、これ現代建築のものを作るってどうなんだろうなんて結構賛否両論あったみたいですけど、まあこれはこれで夜も綺麗だしね。やっぱでもセーヌ川は、あこれですね、これがビッグバスですね。これの、まあ、2階に乗ったりとか、1階で、なんか中で寒いと中に入ったりとかしてたんですけど、でこのやっぱりルーブル美術館の中に入るともうほんとほっとしますよ。あったかくて、やっぱこの中にあるね、やっぱカフェとかそういうところで買ってみんな食べてるのはもう本当にこうここへ来てほっとしましたね。やっぱりそのバスに乗ってると冬だからやっぱり風が冷たいですよね。もうすごい、もうでこう入るまでの時っていうのは体がガタ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 震えちゃって、まあ本当大変でした。でもほらこうやってね、モナリザのとこがあって、
でそこにはもうやっぱり人がねいて、こうなんか順番でいかないと見えないみたいになってるんですけどね。昔はね、モナリザもね、もうちょっとなんか普通に見れたんだけど、まあ、だんだんこういう風になってきたりとかね。で最近は絵画に泥をかけたりする人もいるのでね、なんかああいうのかけるって本当に良くないですよね。まあ、ここですね、ここの、まあ、こういうところで買って食べるとすごい美味しかったんで、皆さんもね、今度ぜひね、行かれた時はぜひね、こういうところにも立ち寄ってみてください。まあ、素晴らしいね、パリの旅でした。またね、いろいろと流していきますけど、まあこのまあ、今回はね、この GoPro のすごさ、この安定感、もう本当に歩いててガタガタしても全然揺れない、これはやっぱり GoPro のすごさですね。もうこの GoPro11 は本当もう絶対皆さんね、行くときは買って持っていくといいと思いますね。そうすることによって、まあ、簡単に綺麗な動画が撮れる、安定してですね、もう本当に余分なものいらないですよね、これね。で音声も入るし、でこれ 120p で撮ってるので、あとでスローモーションにもできるのでということですね。はい、いかがでしたかね。 GoPro 本当にいいですよね。もう GoPro のカメラブレっていうのかな、こう手で持ってるだけだから、こうやって持ってるだけでね、結構バスの中でもガタ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  このぐらい揺れてますよ。手で言うとね、このくらい揺れてんだけど、揺れがね全く感じないから、まあ、多少ねこの水平が少しこうね、まあ、狂ってくるのは、まあ、パリも坂道が多いからね、坂道をこうそれを平行として判断してバスの中でこう傾くから、多少それは起きてくると思うんだけど、まあ、それは編集の段階でね少しこう補正はしてるんだけど、補正っていうかね水平を、でもそれはもうバスがこういうふうに登っていくから、どうしてもねそれ平行にして少しこう傾いたりとか、まあ、するんだと思うんですよね。まあ、それに関してはね全く問題ないし、綺麗さもあるしね。今回の動画のやつって、ね、120p でも撮ってるので、後でスローにしようと思えばスローもそのままできるっていうね、この良さがやっぱり GoPro の素晴らしさかな。まあ、キャノンでもね動画を撮ったんだけど、 GoPro のねレベルで考えると、皆さんがねもし、まあ、動画をね撮りたいと思うんだったら GoPro をね持ってポケットに忍ばせて、でキャノンとかライカをねカメラで持って、その間パッとこう出して撮るっていうぐらいで、もう本当に無造作で、今までだったらジンバルがなければ全く太刀打ちできなかったんだけど、全くないからね。まああとは自撮り棒みたいな長いのつけてローアングルとかね、そういうの歩きながら撮るとか、そういうやり方すれば面白い画像もいっぱい撮れるので、皆さんもねぜひ、チャレンジしてみてください。またお会いしましょう。今日はありがとうございました。